今日が人生で一番若い日ですから、一刻も早く気づいて対策をすることで未来は変わります。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。高見初の書籍金運年間が発売されました。あなたの金アップエピソードを SNS で投稿して応募する高見アワードも開催中です。豪華開運グッズに応募者全員プレゼントもご用意しています。詳しくは概要欄からチェックしてみてくださいね。突然ですが皆さんに質問です。億万長者になりたいですか？なりたいですっていう方、億はなんだか遠い気がするから、まずは千万長者くらいから、とにかく今の借金を返済して楽になりたいなど、いろいろあると思います。ゴール地点は人それぞれですが、今より金を上げたいというのは皆さん共通だと思います。今日は面白い本を見つけたので、そこから少し紹介したいなと思ったんですが、こちらの本です。1万円を1億円にするお金の教科書、13歳からの億万長者入門という本です。1万円が1億円ってリアル一粒万倍ですよね。これは1万円を長期間かけて1万倍にしていく道のりが載っていて、アメリカの子供ちゃんたちは幼少期から学んでいるそうです。すごくわかりやすく書いてあって読みやすいので、大人の方にもおすすめで、日本は特にお金に関して学ぶ文化がないので、親しみやすいところから取り入れるのはいいかなと思います。アメリカでは子供の時からどんなことを学んで過ごすのかなって興味ありませんか？今日はこの本の中から、やってしまうと億万長者になれない方法5選を紹介したいと思います。この5つはお金がたまらなかったり、入ってきてもすっからかんになってしまう人に多い特徴なんですね。ですので、もしやっていたら、やめるだけでお金の流れが変わっていきますよ。結構世の中にはうまくいく方法っていうのはたくさんあって、時代によって使えたり使えないものもありますし、人によっても合う合わないがあるんですね。ただ失敗する方法というのは案外共通しているんです。ですので、失敗する方法をやらないようにするのは、実は早く運気アップする方法なんですね。億万長者になれない方法5選に当てはまるものがないか、ぜひチェックしてみてくださいね。もし当てはまるものがあったとしても、対処法も一緒にご紹介していきますので、最後まで見てみてくださいね。まずは龍神さんのつながり、場を決める、陳謝の図から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。億万長者になれない方法その1は、入ってくるよりもたくさんのお金を使ってしまうです。これは本当にその通りで、どんなにたくさんのお金を稼いでいたとしても、入ってくるお金よりも使うお金の方が大きいと、お金がいくらあっても足りなくなります。お金がたまらないどころか、この生活を続けていると借金がかさむようになっていきます。そうは言っても足りないものは足りないということもあると思います。この場合は何と言ってもこの状況を抜け出すことが大切です。使うよりも入るお金の方が多い状況を作るために、まずは家計を書き出してみて、入ってくるお金、出ていくお金を把握する、そして支出の中で不要なもの、削れるものがあったら削る、その上で金アップアクションと並行して副業など収入がアップすることを取り入れることがおすすめです。金運アップって、お仕事みたいに1日働いたらいくらもらえる、翌月何日にもらえるなど、そういう性質のものではなく、いついくらどうなるかは全く未知数です。ですので、金運を当てにすると計画が立てられないですし、執着も生まれますので、あくまでもおまけ、入ってきたら嬉しいな、運が上がってるなっていうタイプのものになります。もし今入ってくるお金よりも出ていくお金の方が多い場合は、今は現状そうするしかなくても大丈夫です。今後逆転するように今から動いていくことが何より大事なことです。そうして計画的に行動をしていくと、いずれ結果がついてきます。億万長者になれない方法その2、借金を繰り返すです。これもそうですよね。繰り返していたらお金は出ていく一方です。利息もかさみ、余分なお金を払い続ける流れになってしまいます。借金したくてしてるわけじゃない、返したくても返せない、それもありますよね。僕も利息に追われて働けどという暮らしをしていたので、すごくわかります。一つ目と一緒で、どこかで流れを止めることが大切なんです。今まで
できていなかったとしても大丈夫です。これから卒業するために動いていくこと、これがめちゃくちゃ大事なんです。どうしたらいいかというと2つあります。仕方ないと考えるのと、何か方法はないかと考えるのでは、潜在意識がキャッチする情報が全く変わってくるんですね。脳は Google の検索エンジンのような働きがあるので、どんな質問をするかで拾ってくる答えも変わります。借金返せないから仕方ないよねという言葉を脳の検索窓に何度も問いかけると、そうだよ、仕方ないよ、ないものはないよと仕方ない理由を探してきます。借金を返す方法が全くわからないけど何かあるかなと問いかけると、脳は空白を嫌うので何かいい方法はないかなと四六中探し出してきます。そうして突然ひらめきが降りてきたり、街や本、ネットなどから普段は目にしないのに解決につながる情報を見つけたりするんですね。脳に前向きな質問をすることはとってもおすすめです。もう一つはクレジットカードをデビットカードや現金に変えるです。クレジットカードは限度額まで使用することができて、後から払うのでついつい使いすぎてしまったりします。クレジットカード払いしか受け付けてないところなどもありますが、そういったところは除いてデビットカードや現金、電子決済などに変えると、ある分しか使えませんので、知らず知らずのうちに借金が増えているということがなくなります。うっかり使いすぎを防いでくれますので、こちらの方法もおすすめです。億万長者になれない方法その3は計画性がないです。計画がないとどうしても使いすぎてしまったり、何を使ったかわからなくなったりします。反対に計画があることで予算がわかり、予算の範囲内で使おうとすることができるので、こちらも大切なんですね。これはもしかしたら耳が痛いなという方がいらっしゃるかもしれません。日本ではやっぱりお金の使い方や考え方を学ぶ機会が少ないので、計画を立てる習慣がないことも多いと思います。まずは4月の入ってくるお金と使えるお金を明確にしてみるといいですよ。これが1つ目の入ってくるお金よりもたくさん使ってしまうことを防ぎ、2つ目の借金を繰り返すことを止めてくれますので、まずはこちらから始めてみるのがおすすめです。お金の使い方では、この13歳からの億万長者入門とバビロンの大富豪という本もとってもシンプルですが、わかりやすいのでおすすめです。続いて、億万長者になれない方法4つ目は、ギャンブルに手を出すです。ギャンブルは一攫千金の夢はありますが、同時に全てを失うリスクもセットになってやってきます。仕事で例えると、1日働いたら1万円と、必ず発生するわけではなく、時々多い日もゼロの日もあるよという感じです。一生懸命働いた後に給料ゼロだったら、そっとしそうですよね。なので、収入を上げていくための方法が宝くじのみというのはとっても危険ですので、あまりおすすめではないんですね。副業やスキルアップ9割に対して宝くじが1割など、運試し、お楽しみ程度のお付き合いがおすすめです。億万長者になれない方法その後、嘘の儲け話や詐欺に引っかかってしまうです。1年後に2倍になるよとか、10倍はもう確定しているとか、とっても魅力的なお話や夢のようなお話がやってきて、そうかそれはいいなと思って投資をしてみたら全く大人さがないなどというやつですね。こちらは稼いだお金や貯金が一瞬で消えてしまうというので避けたいところです。どうしたら対策ができるかというと、どんな詐欺や手法があるのかを知るです。知っていると誘われた時に、ん？これはなんか変だって気づくことができるんですね。対策をして気をつけていきましょう。億万長者になれない方法5選はいかがでしたか？当てはまるものはありましたか？当てはまるものがあったという方、それはある種ラッキーなことなんですね。今日が人生で一番若い日ですから、一刻も早く気づいて対策をすることで未来は変わります。知らずに過ごして手遅れになってしまったら怖いですが、そうではないですから大丈夫です。一歩一歩進んでいきましょう。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは下の動画でお会いしましょう。